はい、いつもご利用いただき誠にありがとうございます。トレーナーご依頼いただいております。シュプリームのトレーナーですね。これ分かりますかね、どういう状態か。黄ばんでますよね。黄ばんでるの映ってますかね。あまりよく映らないです。そうですか。もう全体ね、黄ばんでもう裏になってる状態なんですけれども、そうですね、まあ、あの漂白してね取り除くんですけれども、まあ、どういう状態かですね。こういうシミはまあ認識できるシミなんですけどね、何かこぼされたんだと思います。あとはこういう袖口の汚れ、まあ、襟首なんかもね同様に汚れている状態なんですけれども、全体の焼けている状態ですね。こちらが漂白して取り除けるかどうかですね。ちょっと分かりますかね。このあたりちょっとやってみますね。真ん中このぐらい焼けてる、まあ、全体にこうですかね、広範囲に焼けてますけど、これでシミ取ってみましたが、これで分かりますかね、差が。はい、これがまあ本来のおしの色ですね。周りが黄色く、色焼けしている状態になりますのでね、これはまあ、 後ほどですね、洗いながらね除去していくことになります。はい、それではまた戻ってさせていただきます。クリームパーカーシミ抜き完了しております。全体の焼け汚れですね、黄色く全体がね汚れている状態でしたが、綺麗に除去させていただきました。ちょっとね画像では捉えにくいかと思いますけれどもね、この袖の部分ですね、こちら、処理させていただきましたけれどもね、動画内で大きくね、ヒガニの付着がございましたが、除去させていただいております。反対側も同様ですね。この辺りに小さな目立つシミもあったかと思います。あとこの首周りですね、首周りの汚れ、あと袖口ですね、袖口にも同様に着用による汚れですね、こちらも綺麗にさせていただいております。はい、ご利用いただき誠にありがとうございます。